皆さんこんにちは。幼稚園教諭、保育、子育てアドバイザーの斉藤明美と申します。私は日頃幼児教室を通してベビーちゃん、それから小学生のお子さんたちに対して、それから親御さんたちに対して食や発達に対してのお話をさせていただいております。本日は大田区の皆さんに向けて食に対するお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回のテーマは心を育てる楽しいご飯ということでお話を進めていきます。食というとね、いろいろな悩みが思い浮かばれるかと思いますけれども、食べないとか食べ過ぎるとか、それから離乳食で悩んでるお子さん、お母様もたくさんいらっしゃいますよね。でいろいろな悩みがあるんですけれども、その食の悩みというのは今も昔も変わりません。私どもが、子育てしていた時代からずっと同じような悩みが繰り返されてきています。ですから一人で悩まずに、堅苦しくならず、肩の力を抜いて楽しい食卓を囲んでほしいなということでお話を進めていきます。どうしてもお子さんと、食卓を囲むとき、今日はたくさん食べるかな、どんな風に食べるかな、好き嫌い言わないかな、座って食べられるかな、いろいろな思いでこう席に着くかと思います。あるいはお子さんだけを食卓に座らせて、お母さんはまだこう食事を、運んだりするような場合もあるかもしれません。そんな中でね、ガチガチになってどうかなどうかなってしかめ面でお子さんに向かうよりも、一緒に食卓について同じものを食べ、同じ素材のものを食べる、ね、味付けはちょっと違うにしても同じようなものを食べて、これ美味しいね、今日のご飯どうかなっていうような、楽しく食卓を囲むということを心がけていただきたいと思います。先日も私どものところに、食で悩んでいるお母様がいらっしゃいました。その時はすごくこう真剣な顔をされていて、どうしようという感じでいらしたんですけれども、30分ぐらいお話をさせていただいて、帰り際お話できてよかったですっていうふうに言っていただきました。でどんなお話をしたかというと、とにかく真面目なお母様でいろんなことを調べてらしたんですね。でこうどうしたらいいかどうしたらいいかっていうふうなことを悩んでいたんですけれども、私からお話ししたのは大丈夫よって、もう少し様子を見ていたらお子さんの状況も変わる、今悩んでいることが嘘みたいにね、なくなってくる時が来るかもしれないということで、お母様の肩の力を抜くようなお話をさせていただきました。今の親御さんたちというのは、困ったこと悩んでることがあるとすぐスマホやねパソコンでいろんな検索をされますよね。それは決して悪いことではないんです。たくさんの情報があります。だけれどもその中全部を見ていると、一体どれが一番いいことなのかわからなくなってくるかと思いますので、そんな時にはね、生の声っていうのが結構大事だったりします。今はねちょっと大変だけど、ちょっと先を見ると大丈夫よ、それでいいのよ、今それがやってることはいけないことじゃないんだよっていうように、ちょっと励ましてあげる、そういうような言葉をかけるとお母様たちの気持ちがぐっと変わってきます。ですので、私たちの方からは、お母さんそんなに肩に力を入れなくていいよ、楽しく食べようねっていうことを言ってあげたいなと思います。でどうしてもお子さんと食卓を囲んでいると、何をどれだけ食べたかということに気が向いてしまいますけれども、それよりも誰と今日のご飯を食べたのか、どんな雰囲気で食べたのかということがとても大切になります。楽しく食卓を家族で囲む、今はコロナ禍でこう密集してね食べることが少ないかもしれません。それでもやっぱり食卓を囲んでほしいなというふうに思います。今日これ食べなかった、昨日は食べたのにっていうようなことがありますけれども、まず一日の中で朝は食べなかったけどお昼は食べた、それから昨日は食べなかったけど今日は食べた、1週間で考えたらまあまあ食べてるかな、この1ヶ月振り返ってみたら、なんかその前よりもたくさん食べられるようになったかな、よく噛むようになったかなっていうふうに、ちょっと期間を長く置いてみるとお子さんの成長が分かってくるかと思います。
時にはね停滞してなかなかこう状態が変わらない時もありますけれども、そこもいつかは抜け出していく時が来ますので、少し期間を長く見てお子さんがその前の時よりどうだったかな、あちょっとでも後戻りしてるなっていうようなことももちろんあります。お子さんはジグザグジグザグ階段を上ったり降りたりしながら成長していくものです。そんな風に思って、楽しいご飯食べてほしいなと思います。楽しい食の記憶を持っているお子さんは将来とても力を発揮すると思います。ぜひ楽しく食べる子に育ててあげてください。